マクマード基地の位置上空から見たマクマード基地。マクマード基地はアメリカ合衆国の南極観測基地。南位77度51分、統計166度40分のロストをハットポイント半島南端部に位置する。1956年にアメリカ海軍が当地に設営した拠点が元になっている。現在はアメリカ国立科学財団南極プログラムが保有し、 冷戦オンポーラーサービス社によって運営されており、南極点にあるアムンゼンスコット基地への補給中継点となっている。マクマード基地は南極の観測基地の中でも特に規模が大きいものの、一つで100以上の建物から構成されている。滞在人員は下記には1000人以上に上り、冬季でも200人ほどが常駐している。アクセスも容易で、船舶の接岸が可能であるほか。 以下の3本の滑走路を備えている基地に電力や暖房を安価にかつ安定して供給するため、1962年には小型の原子力発電所が建設されその後10年ほど稼働していたが、基地へのアクセス向上に伴って燃料輸送が年間を通じて可能となったため、1972年に撤去された。すべての月で平均気温が氷点を下回っているため、 マクマード基地は極地の氷雪気候に該当する。しかしながら、最元月においては一時的に気温が氷点を上回ることがある。5月初頭や時には4月初頭に低接摂氏40度になることが毎年何回かあるドイツのノイマイヤー基地、3のように風にさらされている基地と比べて、マクマード基地は南極横断山脈によって、 南極大陸の内陸部より吹く冷たい風から守られているため、低接氏40度を下回ることは珍しい。内陸部から来る寒気段により冷やされて氷点以上になることがかなり珍しいのイヤー基地3と違って、マクマード基地では夏に氷点を上回ることがかなりよくある。記録された中で最も高い気温は2001年12月30日に記録された。 摂氏10.5度である。バードのモニュメント、リチャード・バードの歴史的なモニュメントは、1965年にマクマード基地に建てられた。ブロンズの胸像が150センチメートル X60 センチメートルの四角くて黒い大理石に乗っている。大理石は木製のデッキに置いてあり、リチャード・バードの南極探査の異業を刻んだ名板がついている。原子力発電所の名板。 45cm、60cm 45 60のブロンズの銘板で、マクマード基地の PM-3A という原子力発電所があったオブザーベーションヒルの西側の中原にある垂直に立つ大きな岩に設置してある。銘板では南極発の原子力発電所の異様が説明されている。ロス島はニュージーランドが領有権を主張しているロス海賊領に含まれるが、 アメリカはニュージーランドの主張を承認していない。またニュージーランドの領有権は南極条約により凍結されている。アンタルクティカクライメートデータグラフスサウスポールマクマレドボストーク2014年9月10日へ図覧マクマレドサウンドクライメートノーマルズ19611990ナショナルオーシャニック アンドアトモスフェリックアドミニストレーション2014年9月10日、閲覧。リストオブヒストリックサイツモニュメンツアプルーブドバイザー ATCM。アンタークティックトリーティーセクリデリット2014年1月3日、閲覧。リストオブヒストリックサイツモニュメンツアプルーブドバイザー ATCM。アンタークティックトリーティーセクリデリット2014年1月8日、閲覧。 ありがとうございます。